大寺しがは、中華民国の軍人。第一次上海事変、日中戦争などで、日本軍と何度も戦闘を交えた軍人である。また、復権事変や良好事変にも加担するなど、反省解析の傾向も強い人物であった。名は、アグリア・キラだが、地の寺しがで知られる。16歳の時から軍に入隊している。 1917年の五法運動においては、陳慶明率いる越軍に加入した。その後も順調に昇進を重ね、1923年、越軍第一死体司令に任ぜられている。1925年、一時辞職し、香港で中国青年党に加入した。1926年秋、 日本に留学して、陸軍士官学校中国学生隊第20期で学ぶ。1929年秋、卒業して、フランスに渡り、ビラクブレーのモラーヌ・ソルニエ飛行学校に入学した。1931年春、同校を卒業、帰国している。関東保安第4弾団長に任ぜられ、6月、経営軍第88たびたに昇進して、 甲州に駐屯した。翌月、小光、最低らが率いる、国民革命軍第19素地軍で第78市、第156度々町に任ぜられる。11月、上海市高北に駐屯し、上海各大学生軍区副主任も兼ねた。1932年1月、第1次上海事変が勃発すると、大寺志垣は、 自らの部隊を率いて、日本軍を相手に戦う。王は真っ先に、日本軍に対して、火蓋を切り最も頑強に抵抗を試みたとされる。事変後、クレセツに移中し、この戦線でも前線して、クレセツ捕影の英雄と歌われたという。9月に沖縄辞職し、何用で、中国航空協会を結成しようとしたが、果たせなかった。 1933年1月、聖天白日勲章を獲得している。同年には、東北軍第117市市長、下京急国軍総指揮、全国航空建設委員会委員、第67軍副軍長等の職を歴任した。11月、小光、最低らが、復権事変を起こすと、大寺志垣もこれに参加し、第19措置軍第6軍長を兼民難民。 軍司令に任ぜられる。しかしまもなく、中華共和国は、紹介石側の討伐に崩壊してしまった。1936年5月、陳渡る党らが、良好事変を起こすと、王はこれにも参加し、抗日旧国軍新編第一支市長に任ぜられ、金州、連州一帯を守備した。7月には陳が敗北して、下付け、さらに9月、沖縄の部隊は、 北海事件を起こし、間もなく沖縄も下野を余儀なくされた。しかし1937年に日中戦争が勃発すると、大寺しがきは早くも前線指揮官として帰り咲き、第一戦区前的葬式に任せられた。翌年夏、第七戦区、上がりへ遊撃葬司令を務めた。1940年、療養守備司令に転じる。 1945年8月の中国軍勝利と、共に、軍人を引退した。1946年5月、最低らが、甲州で組織した中国国民党民主促進会に、大寺しがきも加入する。1949年8月、一旦は桂越編区総司令に任せられたが、間もなく、香港に去った。香港では目立った活動を行っていないが、 1965年の孫文誕生100年記念式典では準備委員会の常務委員を務めている。1972年10月8日、香港にて死去。去年81、ありがとうございます。